チャオ、あちゃんです。今日はね、7月の4日月曜日、あちゃんのお昼ご飯やねんけど、お昼ご飯動画とかお昼ご飯ね、カレーパン食べたのよ。昨日の夏カレーをパンに乗っけて、焼いてパンに乗っけて食べたんやけど、今日は乗っけて焼いて食べたんやけどね、動画をね、引き抜こう思ってパソコンにつないで抜こうとした瞬間にパソコンからもうカメラからも消えた。なんか時々こんな不具合が起こるのよ。何年か何回かに1回起こってね、最近起こってなかったんやけど、また起こってなんか意味がわからんくってね。でまあ仕方ないしね、動画がなくって、他の動画もあってね、キッチン動画とかも編集しとって、今も編集してんねんけども、そんな状態でね、今ちょうどね3時過ぎたところで、ちょっとカルッとおやつタイムしようかなと思って、昨日ねちょっとね、田舎のスーパーね、あっちゃんの隣町にね田中スーパーってあんねんけども、個人のね田中スーパーでね、100円で売っとったね、盆地のカレーせんべい屋さん、10% 増量、辛くはないけどめっぽううまい、カツオと昆布のだしを効かせた特製スパイス、おかげさまで90年盆地って言うのね。盆地の変なね、寝転んだおっさんのやる気ないおっさんのカレーせんべいでも食べましょう。まあカレーパン食べてなかったからカレーせんべいでも食べましょうって、ね、これ100円で売ってる、安かった、買ってたので食べましょう。これ開けます。はい、それとちょっと前に買ってきたね、日本で100円やった、ダイソーで買ってきた、キーバのヨーグルト味、ヨーグルティーキーバ、ヨーグルトフレーバー、を飲もうかなと思って、ちょっとこれをちょっといただきます。色はね、この、乳白色か、いや透明か、透明やね、透明の、ちょっとヨーグルティーっぽいね、の、これを飲みながら、ボンチカレーせんべい食べたいと思います。まずね、エナジードリンクのレビューからいきます。味のね、薄いほうがいきます。薄いヨーグルト炭酸で、後味にね、人工甘味料の嫌な甘みが残ってるけど、これがほんまにエナジードリンクなのかって感じの、味やねんけど、ちょっと待ってね、カメラじゃない、眼鏡のレンズが曇ってるんだ。内容量、糖類、一番最初に糖類くるんですけど、砂糖がめちゃくちゃ多いってことでね、果糖、ブドウ糖液と一番まあ良くないやつ、殺菌乳酸粉末、乳酸を殺菌してる時点で、ね、乳酸じゃねえだろうって感じやねんけどね。で炭酸香料、酸味料、アルギニン、カフェイン、まあここまではそんなにね、まあまあそんな感じやけど、その後甘味料、スクラロース、やっぱこれがねすんごい残んのよ。あとナイアシン、ビタミン B6、 ビタミン B12 って書いてあるからね、内容物的にはね、まあ要は砂糖の塊と腸で発酵しない乳酸菌、まあ、いやヨーグルト風味っていうことで、ヨーグルトではない、腸内では良くはないってやつね。すごい腸には良くないと思うんだけど、こんなねネガティブなこと言ったかんだけど、まあ清涼飲料水やと思うならいいのかな、飲みようかな。あっちゃんも好きじゃない味、スクラロース、まあちょっとね、ナイアシンとかね、ビタミン B6、B12、アルギニン、カフェインっていうのは元気になる要素なんで、このあたりはまあまあ体にはね、元気になる要素なんで、まあ体には元気になるエナジードリンクやと思うんだけど、ね、最近ね、カロリーって言って人工甘味料を使うところはちょっと、嬉しくないところなんでね。で盆地揚げ、いいカレーの香りですよ。盆地揚げってことで、形もねちゃんと盆地の形でね、このね歌舞伎揚げみたいな、亀の甲せんべいみたいな盆地揚げ、こんなちっちゃいね、何かと比べると、あっちゃんの今手元にあるもので比べるんやったら、 iPhone の12、iPhone の、と比べると、プロマックスだけど、こんなちっちゃいのね。こんなぐらいのちっちゃさ。まあね、何が、まあ、わかりやすいので、トミカと比べるとこんな感じ。あと、何と比べようかね。っていうかね、比べるものがないわね。はい。という感じでね、まあこんな感じです。いただきます。
あ、ほんのりカレー味で、ほんまに、カレーカレーしてない。辛くはない、ほんとに。でも食べやすいし、おいしい。うん、でも懐かしい。ぼんち揚げって感じね。結構ぼんちはね、子供の頃が好きでよ。関西のね、関西の子供ってか、あっちゃんの子供みたいなね、よくね、ぼんち揚げをね、よくお母ちゃんとかおばあちゃんがよく掘ってくれて食べた。なんか昔もこんな、また口に入れて食べてね。昔はぼんち揚げって言ったらこれぐらい大きかったね。ね、甘じょっぱい、油揚げせんべいみたいな感じだったけど、うん、甘じょっぱさはなく、味はぼんち揚げの味じゃなく、カレー。ね、確かに出汁効いてね、美味しいカレーけど、悪くはないんじゃないのかな。もっちゃん結構、こんな好きかも。この味は嫌いじゃない。結構いいかもね。これがね、100円もちょっと安いね。うん、隣町になるの。もともと、今同じ市内。同じ市内の、宇田市宇田野って言うんだけど、宇田の隣町になるんだけど、ここにね、個人のスーパーがあって、デイリー田中やったかな。田中スーパーって言われてるんだけど、田中スーパーがあってね、今までね、もう結構古い、小学校ぐらい、あっちゃんちっちゃい頃からあんのよ。もうあの辺通ったらね、昔からある、もう老舗のスーパーやねんけど、個人のね。で、初めて行くよ、ここ。なかなかね、スーパーに隣町って買うことってなくて、やっぱり、ここらで行動してるとき、チャリ行動してるときね、なんていうのかな、チャリで動いてた頃、小学校中学校の頃は地元のスーパー行っててね、でバイク乗るようになってからもうやっぱ地元から隣町って言っても、山下るかっていうか、なかなかスーパーへね買い物行くことって少なくて、で現地は乗ってたら顔にねポーンと掘り込んでくるか、400乗ってた頃はリュックに背負ってくるとかタンクバッグに背負って入れてくるぐらいのものしか買いに行かれへんけど、それはね山下ったりしてたんやけどね、そんな感じやけど、スーパーになかなか買い物に行くことってなくて、親が買ってきてくれるもの食べる感じやけども、でコンビニも昔はなかったからね、コンビニ行くのに山下ったりもしとったんやけど、そんな時代にね、なかなか隣町っていうのもちょっとうちよりも田舎になるのね。同じ郡やって、宇田郡やった時に宇田郡、大宇田、灰原、宇田野って言って、灰原は駅があるからちょっと手が栄えてて、あっちゃんに住むところは昔からの町で、宇田野っていうのはね、毛川とかが発展してるのすごい、まあね、有名な町やねんけど、そこの町ってなかなか行くことなくてね。で高校の時と高校の友達はその宇田野からも来てたし、何度かチャリで行ってんけど、チャリで行くとかなり遠いよね。でなんか行くことがなくて、でバイクで行くようになってからちょこちょこ遊びに行くようになってたんやけども、なかなかねそっち方面に行ってスーパーに行くことってなくて、初めてね、この年になって人生で初でずっとあの知っとったんやけど、初めて行ってきてんけどもね、そこでねレジ横でこれ売ってたんや、ね、見たこともないね、ボンチのカレーせんべい面白さだ、買ってきてんけど、うん、なんかね初めて見た、うん、猫ちゃんね、今日はおやつに食べてんけど、お昼ご飯動画ないから、これお昼ご飯この前に出すんで、よかったらお昼ご飯動画にエナジードリンクとボンチェアを食べてる動画を楽しんでいただければと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの、お菓子レビュー、ボンチ揚げのボンチのカレー屋さんの、ボンチのカレーせんべい、ボンチのカレー屋さんせんべい、カレーせんべい屋さん、よくわからないけど、辛くないけどめっぽう美味しかったです。これなかなかね、初めて見んねんけど、もし見つけたら食べてみてください。美味しいよ、これは。そんなに辛くないけどね、カレーの風味とだしの風味がすごい美味しい、ボンチ。それと100均の、キーバのヨーグルトエナジー、ま、人工甘味料気にならへん人はね、味的には悪くはない。ヨーグルト入れね、あれねんけどもね、なんだろう、人とは違う、自分に問いかける、もっと上を目指すのか、
105億この乳酸菌化が目覚め、体の奥底にエナジーがみなぎる人と違う、道を険し、そこでもさらなる高みを目指す人を守るハイブリッドのエナジードリンクですね。乳酸、100億個の乳酸菌が殺菌された乳酸菌であるのかな、ちょっとはてなっていうのだけど、まあ味はね悪くはない、美味しくは飲めると思うけど、ちょっと人工甘味料、後味がちょっと気に入らんなっていう、ね、人工甘味料気にしない人はいいかもわかんないけどね。これが本当にエナジー効くのかっていうと、ナイアシンアルギンに入ってるから、エナジー的には元気にはなると思う。すぐには分からんけどね、うん、エナジーでカーってみがいるぞっていう味より、どっちかって言ったらヨーグルト炭酸ドリンク、後から甘みがすっごいきて、その後から人工甘味料の嫌な後味が追っかけてくるって感じ、うん、まあ値段から言ったらこんなもんかな、まあ悪くはないかなと思うんだけど、あんまりね、健康健康とか言うとってね、こんなの飲んとあかんとか言うけど、あんまり気にせずエナジードリンクは飲む。エナジードリンクはもともと健康に良くないもんやけどね、ただちょっとしたところでパワーが欲しい時に飲むのにいいと思うんで、ぜひぜひ気になる人は、ダイソーで売ってるんで飲んでみてください。では、またね、バイバイ。